こんにちは、ひのです。今日は2024年の8月の5日になります。今日もかなり暑い日が続いております。昨日はですね、祝日で家族4人が久しぶりに集まりまして、長女がね、下宿をしだしまして、で、長女はほとんどなんか土日も一人でどっかに行くことが多くてですね、まあ一人旅が好きなんでしょうね。いろんなところに行っており、まあ泊まりがけで行ったり日帰りで行ったりというところで、まあ常になんか出歩いてるという感じなんですよね。で、なかなかこう4人集まることがなかったんですけれども、次女が7月31日誕生日を迎えたということで、まあ久しぶりにちょっと食べに行こうかということで、昨日の夜、外食をしてきました。まあ久しぶりでしたね。で、次女は20歳ですね。もう早くも20歳になってしまったというところで、で、上が24かな、4歳離れているので、まあ、そんな感じで、早いなということを感じております。で、昨日の、日曜日、最近土曜日にメルマガを出すのが出せなくてですね、日曜日に出していることが多いですね。ついついサボってしまいまして。基本的に月曜日から土曜日まで週6日間をベースに配信をしています。ただメルマガの方がですね、最近本当届かなくなりまして、届きにくくなってて、迷惑メールに入ったり、いつの間にか届かなくなってるっていうことが多いので、いつの間にか来てませんっていうようなメールをたびたびいただくことがあります。おそらく、スパム認定をされちゃってる部分もあるのかなと思うんですよね。内容がちょっといろんな、こう、注射の問題やら、そういうね、体制側にあまり、組みしない体制側とは反対のことを述べていますので、おそらくそういうので引っかかってるんじゃないかなと思うんですよね、内容的に。ただそういうことを伝えていかざるを得ないというか、伝えていきたいという思いもありますので、当たり障りのない話題でもいいんですけれども、やっぱりこう今問題になっていることなんかをですね、しっかり伝えていきたいということで、そういう内容になってしまっているので、まあ、それがゆえに、ちょっとメールがね、届きにくくなっていますので、メルマガを登録していただいている方は、もう受信設定を個人で、個々でしていただくしか、確実に届けることができないっていう状況にはなってきてますね。メルマガの方を、まあ、登録しててもですね、それだけではちょっと不十分で、Gmail であれば受信設定っていうのができるんですよね。このメールは、その受信するということで、フォルダをまあ作っていただいて、で、そこに入るようにするっていう、まあ、ちょっとね、手間が必要なんですけれども、それをしていただかないと、もう確実に届けることができないようなことになってきていますね。まあ、今後、ますます厳しくなっていくと思うので、これがどこまで、お届けできるかなっていうのも正直あるんですけれども、まあ、他に手段があればいいですけど、今のところそれしかなくて、まあ、サーバーを変える方がいいのか、いろいろちょっとね、調べて、できるだけお届けしたいなと思っているところなんですけれども、現状としてはそういう状況なので、まあ、よかったらですね、受信設定をしていただければというふうに思っています。で、ちょっと話が、逸れましたけれども、昨日のメルマガでですね、令和の虎という番組がありますね。令和の虎っていう、タイガーファンティングっていうもので、令和の虎。昔、マネーの虎だったかな。マネーの虎、うん。そうですね。マネーの虎っていうのもあって、志願者がいて、その志願者が事業説明をして、それに対して出資するかしないかっていうのをこう、決めていくと。虎の人たちが決めていくというもので、それと同じ構図でやったのが令和の虎っていうね、もので、主催、まあ、司会しているのが岩井さんという、岩井義明さんという64歳の方なんですけれども、この方がつい先日、肺がんになって、
引退しますということで、YouTube、あるいは X でポストをされていました。で、64歳で、数ヶ月前から、3ヶ月ぐらい前から体調の悪さを感じていて、で、まあ、かなり無理をしていたと。で、検査をしたところですね、肺がんが分かったということですね。で、いろんな、その、他にの臓器にも転移しているようなことをおっしゃっていましたので、あまり良くない状態であると。なので、一旦身を引きますということで、動画を投稿されていました。動画あるいは X ですね。で、まあ、これに関してもですね、まあ、何とも言えないんですけれども、動画の中では人の数倍ぐらいタバコを吸ってきたっていうことをおっしゃってましたね。ですからそういったこともあるでしょうし、まあ、かなりこう無理をしていた。まあ、自分はすごい楽しく仕事をしていたけれども、かなりこう無理をして仕事を詰め込んでいたっていう部分もあって、まあ、そういうストレスっていうのもね、もしかしたらあるかもしれませんし、一概に原因って、まあ、言えない、いろんな原因があるとは思うんですけれども、まあ、一つ気になるのが、注射を打っているかどうかっていうところで、まあこれに関しても、岩井さん自身が打ったっていう説明というか、公の場、SNS 上では、その打ったっていう説明、あるいは投稿っていうのは見当たらないんですけれども、奥様がですね、注射を打ったことに関しては3回ぐらいポストされているんですよね。で、1回目打ってきた。で、2回目、もう打ったっていうようなことで、投稿されていました。ですから、まあ、ちょっと考えられることとしては、奥様が打っていますので、当然、旦那様である岩井さんもですね、打たれている可能性はあるんじゃないかっていうところですよね。で、しかも、まあ、YouTube にの番組とはいえですね、いろんな人と、その場を共にする、わけですから、まあ、テレビみたいなもんですよね。そういった意味でいろんな人と触れ合う機会があるので、やはりそこあのあたりはコロナ禍において2021年、2年あたりの状況を考えると、打っていて、まあ当たり前じゃないかなっていう気はします。まあ、近反射でこう確認してみると、接種しているというふうに出ました。で、2回接種っていうのに反応がありましたので、おそらく打たれてるんじゃないかなと思います。で、それが今回の肺がんとね、関わりがあるのかっていうふうに、まあ、確認してみると、まあ、関わりがあるというふうに出ます。だから、それが全てではないとは思うんですけれども、もしかしたら、その、注射を打ったことによって、今、ターボなんとか、ターなんとかがんっていうのが言われていますから、それのように、ね、こう急速に、あるいは促進することになってしまったかもしれないな、というふうに、思います。まあ、いずれにしても、岩井さんご自身がね、いろいろと、対策というか、いろんなことを今されている状況だということで、治療もね、されていくと思いますので、なんとかこう復活していただければな、っていうふうには思っています。令和の虎、僕も全部見てるわけじゃないんですけど、かなり数が多いですよね。もうかなりの数で、でいろんな、学生版とかね、美容版とか、派生していってますよね。だから、すごい、膨大な数になっていますけど、令和の虎シリーズっていうのは、僕自身も全部見てるわけではもちろんないですし、一部見させていただいて、まあ、なんか面白いなというような感じで、志願者と虎たちとのやりとりが、なかなか面白いというかね、学びになるというか、そういったところもありますので、興味があれば一度見ていただければいいんじゃないかなというふうに思っております。まあそんなことで、ありました。で、この10月からは接種を開始するということで、65歳以上、それから持病のある方に定期接種が始まりますという、こう、打ち出しがされています。ですから、まあ、そこで、レプなんとかっていうのが使われるかどうかっていうのは、まだどうなんでしょうね。決まっているのか決まってないのかわからないですけれども、まあ、それが出てくるとなると、やはり警戒していかなきゃいけないと思いますし、まあ、できたら、この10月からもね、ストップできるのが一番いいなと思うんですけれども、まあ、打つ必要あるのかなと本当思うんですよね。今、これだけ、また再び第一波一波だっていうことで言われていますけれども、まあ、かかったらかかったでもね、風邪みたいに寝て治す、あるいはしっかり休んで治すっていうのがいいんじゃないかなと。まあ、それで十分だと思いますし、それが、
コロナにかかったから即死に結びつくかっていうと、今のところそういうことではないので、まあ、風邪と同じじゃないかなと、個人的にはね、感じています。ですから、それをあえて注射を打ってね、する必要があるのかっていうところですよね。まあ、そういうことをね、感じつつですね、見ていければというふうに思っています。まだいろんな情報に関しては、メルマガの方でね、なるべくご紹介していければと思っていますので、まあ、できれば、さっき言ったように受信設定をしていただければというふうに思っています。はじめは届いていても途中から届かなくなるっていうことは結構あるんですよね。ですから、まあ、こちらとしてはどうしようもないというのが今現状です。ということでですね、今回は以上になります。ありがとうございます。